今日はサイエンスカフェにようこそいらっしゃいました。今日は身の回りの確率について一緒に楽しんでまいります。早速ですが、まず各テーブルに本日の講演を体験しながら楽しむためのおもちゃを配りたいと思います。おもちゃはこちらにテーブルの数だけ用意されています。ただしこれをただで差し上げるわけにはまいりません。今日は皆さんに確率の面白さを体験していただきたいなと思いまして、アメリカのテレビ番組で使われたあるゲームを、この箱を使ってゲームをやっていただこうと思います。でこの3つの箱の中におもちゃを隠しますので、当てていただければ差し上げるという、もう非常に簡単なゲームです。各テーブルから1人ずつ代表者を選んでいただいて、それで選択していただきたいと思います。じゃあちょっと後ろを向いて待っていていただき、すみません。はい、準備ができました。それでは3つの箱の中から1つお選びください。はい、真ん中の箱ですね。ただせっかくですので、ここでもう少しチャンスを皆さんに与えるようにしたいと思います。私は答えを知ってますので、この残りの2つの箱のうち空箱を開けることで選択肢をちょっと狭めたいと思います。それではこちらを開けさせていただきます。こちらからですね。ですので今まで通り真ん中の箱を選び続けるか、選択肢を変えてこっちの箱を選ぶかというチャンスを差し上げたいと思います。どちらになさいますか？真ん中を選び続けるということですね。それでは答えを見てみましょう。ああ、残念でした。テーブルにお戻りください。それでは2番テーブルからどなたか代表者の方出ていただけますでしょうか。では1つ箱を選びください。はい、こちらですね。それではこちら残る2つの箱から空箱が1つ以上あるはずですので、お分けしましょう。こちら空箱になります。それで今までの箱を選び続けるか、あるいはもう一方の箱を選ぶか、これでひょっとしたら確率が変わってくるかもしれませんので、選んでください。はい、変えてみますか。はい、じゃあ答えを見てみます。もうどんどんいきます。テーブルの皆さんで遊んでください。確率が変わってくるかもしれませんね。はい、変えます。はい、おめでとうございます。どうぞお持ち帰りください。テーブルの皆さんでお伝えください。では最後、もうじゃあ差し上げましょうか。差し上げます。はい、先生から差し上げてくださいという言葉が出ましたので、もうこれ皆さんで遊んでください。ね、さて、ランダムにおもちゃを隠していましたので、結果が確率的になるのは証がありません。しかし途中で選び直すことで当たる確率が上がるということは果たしてあったのでしょうか。そこで今日の先生を紹介します。小畑先生です。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、こんばんは。情報科学研究科の小畑と申します。今日は皆さんと一緒に、確率で遊んで少し学んで楽しく、時を過ごしていきたいと思います。今皆さんに遊んでいただいたのは、実はモンティホールのジレンマと言われていて、割とそこそここの方面では有名な話になっています。3つの箱の中に1つ当たりが入っていて、その当たりを当ててもらう。ただし途中で、ちょっと答えを見せて、それで皆さんが変えるか変えないかというのをちょっと迷ってもらう心理戦に出てるわけですね。実はですね、選択を変えない、初志貫徹のまま当たった人は1人しかいませんでした。で、初志貫徹をして外れた人は5人おりました。選択を変えて当たった人、これは5人いました。そして選択を変えて外れた人は0でした。ここが1、外れた人が5、それで選択を変えて当たった人が5、それから選択を変えて外れた人は0でした。どうでしょう、何か傾向が見えてきますよね。で、今やっていただいたゲームは、どうしても当たるも八卦、当たるのも八卦で、やってみないと実際には当たるか外れるかいろいろあります。だけれども今皆さんに何回もやっていただいたようにですね、回数を繰り返すと何か傾向が見えてくるということがあります。これが確率の考え方に結びついてくるんですね。で、少し種明かしをしてしまうと、この絵がですね、最初皆さんが当たったか外れたか、これまだ見てないんですね。見てないので、途中三浦さんの説明にもあったように、最初当たっている確率は3分の1、つまり箱が3つあってそのうちの1つが当たりなので、3分の1の確率で当たる。したがって外れるのは3分の2です。さて、そして初子貫徹、選択を変えない人は当たったものはそのまま当たりとなりますから、結局3分の1で当たるということになります。外れた人はやっぱり外れたままですから3分の2で外れです。ところが選択を変えると逆になりますよね。つまり今まで当たった人は選択を変えると外れてしまいますが、このルートは3分の1の確率で起こります。外れた人は空箱を1つ開けてお見せしたので、残り必ず当たってるんですね。ということは、外れを引いた人は次必ず当たることになります。ということは、外れを引く確率3分の2が実は当たる確率になるというわけなんですね。だから選択を変えると当たる確率は2倍になる。さて、これが今のまとめです。当たる外れっていうのは、初子貫徹をすると3分の1に過ぎない。しかしながら選択を変えることによって当たる確率は2倍になる。まあこういうふうにまとめることができるということなんですね。どうでしょう。実感ありましたか。1番テーブルの方どうですか。なかなか当たらなかったんですが、まあ当たるか外れるかっていうのは時の運ということもありますから、あまり気になさらずにどうぞ遊んでってください。さて、少し私がしゃべりすぎているかもしれませんが、三浦さんどうですか。そうですね、1番テーブルの方を弁護すると、最初に選んだ選択肢のまま処置貫徹する生き方もなんか立派な生き方のようにも思えるんですけど途中で帰るなんてなんか誘惑に負けている気がするんですけれどそうですね、処置貫徹っていい言葉だと思います。くじけずに続けていくということはとても大事なことだともちろん思いますが、時にはこういう偶然に作用されるようなことは、確率の高い方にかけた方が得かなという気もいたします。皆さんそれは皆さんの方で選んでいただければいいかなと思います。掛け事に限らず偶然に左右される場合は、有利不利を事前に知ることができると何かと、このように役に立ちそうですね。ところで歴史的にはいつ頃から確率のアイデアが生まれてきたのでしょうか。そうですね、確率の少し始まりについて簡単なお話をしたいと思います。この機会にですね、高等学校の数学 A の教科書というのを私パラパラ眺めました。高等学校の1年生の科目に確率が出ています。これは高等学校の教科書っていうのは何年間ごとに内容が少しずつ変わりますので、皆さんが実際に習ったことがちょっと分かりませんが、新しい教科書ですと1年生で少し習うことになります。でその教科書の中に、このフェルマーとパスカルの話が出ていました。このフェルマーとパスカルっていうのは非常に有名なフランス人の学者で、フェルマーは数学者、実際数学は本業ではなかったんですけれども、非常に有名な数学者です。それからパスカルっていうのは、数学者、哲学、いろいろこう幅広く活躍した人で、大体17世紀ぐらいの人になっています。でこの2人はですね、年齢的にはちょっと離れていますね。16歳ぐらい違うのかな。でこのパスカルという人はですね、フランスの貴族から、友達なんですけれども、掛け事についての質問を受けたんですね。でそれについてパスカル自身も考えたんですけれども、その時もうすでにですね、非常に有名だった数学者のフェルマーに手紙を書いて、私の考え方はこれでいいのかというようなことを尋ねて、数回手紙のやり取りをしました。もちろん今書かれたものが実際に現存しているかどうかちょっと私分かんないんですけれども、全集などを見るとちゃんとその手紙の文章が残っています。でその中でいろいろな確率の話、確率の問題を2人でやり合っているんですが、例えば有名なのは賭けを中断したときに賞金をどうやって分けたら公平かなどという問題に答えています。でこの内容についてはお話ししないんですけれども、もしこういう確率の歴史に興味がある方は、一番下に書いてあるような本がありますので、ぜひお読みになるといいかなと思います。この本は、パスカルとフェルマーのやり取りをはじめ、いろいろそれに関連するような確率の歴史について、いろいろ面白く書かれています。特に数学の本というわけではないので、歴史に興味のある方はぜひご覧ください。でですね、フェルマーとパスカルというのはフランス人で、もう今や確率論の教祖、もともとたどっていくとこの2人だというのが一種定説なんですけれども、実はですね、私イタリア人の友達が結構いましてですね、こういう話をするとイタリア人は必ず文句を言う。フランスよりイタリアの方が古いと言うんですね。それで、お見せするのはガリレオです。ガリレオというのは皆さんお名前はもちろん知ってますね。ドラマで有名ですね。ドラマわかりますか？このガリレオというのはもちろんこの時代を見ていただくと分かるようにですね、ちょうど16世紀から17世紀だからフェルマー・パスカルよりも少し前の時代の人です。でこの人はピサの斜塔から物体を落としてみて、重さに関係なく同じ時間で地面まで届きますよとか、そういう実験したとか、宗教裁判にかけられて牢獄に入れられたとか、いろんな話があります。で実はですね、ガリレオも確率の問題を扱っています。あまり知られてないと思いますが、一例ここに書いてあります。やっぱりですね、ガリレオの方も、親しい戸博士から質問を受けて、なんか博打は貴族の中のゲームだったんですね、当時ね。で、その質問っていうのは例えばこういうことです。3つのサイコロを投げて合計にお金をかける。合計が9になる。合計が9になるのはここに書いてあるように、全部で6通りあるんです。合計が10になる。これも同じように6通りあるんですね。だからどっちも同じだと思うんだけども、その貴族が言うにはどうも10になる方が確率が高いような気がする。納得がいかないんだけどどうなってんのかなという質問をガリレオにしたんですね。でガリレオはですね、実はきちんとこれに答えています。実は微妙な違いがあって、10になる方が少し確率が高いんですね。このからくりについてはですね、高校の数学の内容に関係するような話なので、ここでは特に掘り下げませんけれども、例えばこういう話をもうガリレオはやっています。これはもうフェルマー・パスカルのずっと前の話になっています。でさらに遡るとですね、カルダーノという人がいます。で今日はこのカルダーノの話を少ししたいと思って、私はこの自伝というのを久しぶりにこう眺めてみたんですけれども、この人は非常に面白い人です。どのくらい面白いか、これは何が面白いかっていうのは個人の違いがあるかもしれませんが、まずカルダーノという人の生きた時代はですね、16世紀です。16世紀というのは、ルネッサンスの頃ですね。ルネッサンスの後の方です。このルネッサンスのいわゆる万能人と言われているような人がたくさん出ています。ミケランジェロとかダ・ヴィンチとか、なんか非常に万能の天才と言われる人がたくさん出た時代なんですが、このカルダーノという人もその万能の天才、何でもやる、そういう人として知られています。ルネッサンスの万能人で、実際このカルダーノという人、ジェロラム・カルダーノっていうのが名前ですが、この人のお父さんはダ・ヴィンチの友達でした。交友があった。でこの人はパビア大学というところに入学して医学を学びました。当時イタリアにはもう総合大学があったんですね。東欧大学がいくら100年だって言っても全然立ち入りできないのは当然だと思いますね。1361年に総合大学として創立されています。でその大学に入学して医学を学びました。医者になりたかったんですよね。ところが学生時代にですね、お父さんを亡くします。生活費に若干困ったようです。それほどお金に困るような家庭ではなかったと私は思うんですが、その頃からギャンブルで稼ぐ、これが始まったんですね、このジェロラームっていう人ね。でこれでギャンブルで生活費を稼ぐようになったのはいいんですが、さらにですね、いろいろ難しい生活苦だったり、大学を卒業してもしばらくは定職がなかったり、最終的には有能な医者になったんですけれども、なかなか大変だったようです。でそういうことはこの自伝に書いてありますので、興味があったらぜひこれもご覧ください。で最終的には大学の医学の教授になって、例えば医学の業績としては腸チフスを発見したとか、いろいろあります。でこの人は自分の本業について、とりあえず医者であると、割と有名な貴族の医者患者を見て、直してあげるっていうようなことがあったので、そういうことで名声が高まったりお金が入ってきたりということはあったようです。で本人はあとは聖戦術師だと言ってる。だから星占いだね。あと賭博師だと言っています。で実はこのカルダーノという人はですね、著書を猛烈たくさん書いた人です。ものすごいたくさんの著作があります。でその猛烈たくさんの著作の中、本当に出版されたものもあれば原稿のまま残っていた場合もありますけれども、その原稿の中に「サイコロ遊びについて」という本がありました。これがおそらく現代でいう確率論の一番古い著作ではないかと言われています。ただし執筆は1560年代です。パスカル・フェルマーの往復書簡というよりも100年以上前です。もうすでに彼は理論的にサイコロ遊びについてという本を書いてるんですね。ところが残念ながらですね、大量の原稿とかに埋もれてしまって発見されたのは100年以上経ってからということでした。それでサイコロ賭博に関する初めての理論的な手引き書として今は知られているんですけれども、これを見てサイコロ賭博をやろうという人はもう現代にはおりません。もちろんで重要なのは確からしさということをきちんと今の高校数学並みには把握していたということです。そしてこの自伝の中で、いろんなことを述べて面白いんですけれども、彼はですねギャンブルを何十年もやり続け、何十年も学生時代から特に好きだったのがチェスとサイコロ賭博だったそうです。恥ずかしながら毎日やっていたと言っています。で彼は実際に自分でもやるもんですから、相当理論的なことを真剣に研究したんじゃないかなと私は想像しています。というわけで、このカルダーノという人のことはあまり知られてないのかなと思うので、今日はちょっとこれを紹介したいと思いました。それで最後にギャンブラーにとって全くギャンブルをしないことが最大の利益になる。これは自分の体験からものを言ってるんですね。皆さん分かりません。私はあんまりギャンブルしませんけれども、確率の高い方にちょっとかけようかなぐらいの気持ちです。だから本気になってやるということはないわけです。ちょっと話が長くなってしまいましたね。では三浦さん、次に進みましょう。次に皆さんにはまた簡単なゲームをしていただきたいと思います。紙コップにサイコロを入れて40回振るということをやってもらって、出た目が偶数ならプラス1、奇数ならマイナス1に一歩進むというふうにしてグラフを折れ線でプロットしていただきます。ファシリテーターの方、ちょっと手伝ってあげてください。こちらの方眼紙ですね、幸福な時間、不幸な時間と書いてあるものを使用します。ファシリテーターの方はサイコロと紙コップを配ってあげてください。それでは準備ができたようですので、先ほども言ったように40回サイコロを振って、奇数が出たらプラス1、偶数が出たらマイナス1というふうに折れ線を順に書いていきます。ではもう皆さん始めてください。一度手をお休めください。すいません、お遊びのところもうグラフを書いた後でどういうものを計算したらいいかと、どういうふうに集計するかっていうのをちょっと先に説明していこうかなというふうに思います。このようなグラフが皆さん書けたと思うんですけれども、ここで集計したいのは、そうですね、まず右上がりと右下がりがそれぞれ何回かと、要するにプラス1に行った回数を数えてほしいということですね。プラス1に行った回数とマイナス1に行った回数は合わせて40回なのは必ず足して40になりますので、ですのでプラス1に行った回数を数えていただくということになります。これはよろしいでしょうかね。もう一つ数えてほしいものがあるんですけども、これがちょっと今回面白いものなんですけど、幸福な時間を数えていただきたいと。幸福な時間というのはつまりこの赤い矢印があるんですけども、赤い矢印の期間というのはプラスになっているわけですね。掛け事だったら黒字になっているといいますか、得をしている時間で幸福な時間と言えると思うんですけど、その時間はどのぐらいの長さだったかというのをぜひ計算していただきたいということですね。だからサイコロでこうプラス1にいった回数と幸福な時間の長さをぜひ計算していただきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。皆さんプラスの回数とそれから幸福な時間も計算いただけましたでしょうか。それでは、この計算いただいたものを、ちょっと集計したいというふうに思います。サイコロがですね、公平なサイコロだと40回ぐらい振ればですね、大体半分ぐらいが偶数、半分ぐらいが奇数になるというのが出やすい。で、実際にそのような傾向が見えますね。で、40回振ってほとんど全てが偶数とかほとんど全てが奇数っていうのは振り方が非常に上手かサイコロに仕掛けがあるかかなという気はちょっとします。ただもちろんこれは偶然に左右されて起こることなので、40回振って全部1の目が出たってありえないことではないですね。でもほとんど起こらないとは思いますけれども、ありえないとは言い切れない、確率がすごく小さいってことになります。そうすると今の結果で見ると、やっぱり人数的には16から20が18、21から25が15ということで、圧倒的に多数がそのちょうど真ん中あたりに集まっていました。まあこれ思った通りだったんですね。で、次に幸福な時間というのを調べていただきました。幸福な時間が0から5、寂しいですね、不幸な時間ばっかりってことでしょうかね。で、この方が10でした。そして次が2、7、5、2、1、3とパラ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 っときて、最後の36から40という人が12人おりました。この方はとってもハッピーですね。幸福な時間ばかり、まあどなたかの人生のようでまあよろしいんじゃないかと思いますが、ということはですね、ちょっと意外な結果じゃないかなと思うんですね。サイコロを振った時に偶数か奇数かプラス1マイナス1進むか、大体半分なんですけれども、一方で順々にプラス1マイナス1を積算していって、あたかも掛け事をやって儲かってるか儲かってないかっていう視点で見ると偏ってるんですね。で、むしろ真ん中辺、つまり半分ぐらい幸福で半分ぐらい不幸な人生っていうのは少ない。一方的に落ち込んでいるか一方的に浮いているか、これが実は多いんですね。で、これが実は偶然ゲームの性質なんです。これはたまたま皆さんにやっていただいたから、たまたまこんな変な結果が出たっていうのではなくて、これは一般的に偶然に左右される公平なゲームだと必ず起こることなんですね。で、これを、実は専門用語では逆性原則と言います。ちょっとお見せします。これは皆さんに書いてもらったグラフの一例です。まあ、こんな折れ線を皆さんに書いていただきました。で、これはちょうど30回の場合の出方の割合です。今は40回だったんですが、ちょっと数が合っていませんが、ご容赦ください。例えば30回振ると、幸福な時間あるいは不幸な時間というふうに一方的に偏ってる方が確率が大きくて、むしろ幸福な部分と不幸な部分が半々になっている部分っていうのは確率が低くなります。例えば私学生の頃、一晩中なんかゲームをやるということをやります。一晩中浮いている経験、一晩中沈んでいる経験、まあありますね。あるいは自分の友人を見てもあいつはいつも浮いている。で、実は実力ではなく偶然に左右される公平なゲームではそういうことがむしろ起こりやすいんです。これはちょっと意外な結果なんですね。で、これは実はそれほど古い話ではなくですね、この1950年にフェラーという人が有名な教科書を書いています。これは数学の教科書です。で、この教科書の中でフェラーというのは非常に偉い人なんですけれども、この人はこれをきちんと数学的に証明できた時、私はとても驚いたと言っています。まあ、経験的にはこういうことがあるかなとは思うかもしれませんが、実際に数学できちんとこういうことが分かった、で自分も驚いたと言っています。だからこんなふうにですね、専門家が見てもなんかちょっとびっくりするような結果なんですね。だから確率をなんとなくこう日常感覚で思っているだけではちょっと思いつかない法則です。まあ、これを実は逆性原則とかアークサイン則と呼んでいます。まあ、ちょっとこう意外な結果じゃないかなと思います。どうでしょうか、皆さんの結果むしろ見比べてみると、自分はずっと幸福な時間だった、あるいは不幸な時間だったという人はですね、むしろこういうことは普通に起こりやすいんだと、むしろ起こりやすい、ね、そういうところをちょっとこう学んでもらえればいいかなと思います。あ、じゃあ三浦さん続けてください。はい、それでは最後のゲームに移りましょう。お手元にある、もう一つの方眼紙のようなものですね、四角がたくさん並んでいる用紙を、使います。確率オートマトンと書いてあるものです。皆さんにやってもらうのは確率塗り絵です。このルールを説明してくれるのは数学連携推進室の瀬川さんです。よろしくお願いします。こんにちは、瀬川です。ちょっと待って、これを取って、ですね、今、これからですね、ちょっと皆さんにこういうバイキンさんの人物になってもらいたいと思います。でそのちょっと気持ちになってみてください。で今ここのバイキンさんがですね、バイキンが嫌でしたら善玉菌とかそういうふうに思っていただければで今ですね、この黒く塗ったところ、これがバイキンさんのいる場所だと思ってください。でここに1人バイキンさんがいます。で皆さんちょっとこのバイキンさんの気持ちになってみてください。でですね、このバイキンはですね、できるだけ多くの子供を残して、今この白く塗った白いところありますね、これを空き地だと思ってください。でこの空き地のところにですね、できるだけ自分の子供たちを多くこう残したいということを考えます。だけどですね、そう簡単にですね、この空き地を占領することはできません。次のようなルールに従って、占領することが、この試練を乗り越えて初めて子供を残せると思ってください。でまずですね、シチュエーションとして、隣が空き地の場合、バイキンさんがいて隣が空き地の場合どうなるか。でここに、このハテナのところにこうバイキンさんをこう入りたいんですけども、どうすればいいかというと、これから皆さんにちょっとカードでめくってもらったりとかしてやりますけども、ある確率でここのハテナのところに選挙できる。で確率 1-P で失敗して死んじゃうっていう場合、それとですね、空き地のところには何も生まれないので、空き地です。でこの2つ目の、このルールがちょっと面白くてですね、バイキンさん2人がこう隣り合った場合ですね、この時はですね、2人争ってこの場所をどっちかが取りたいんだけども、争ってですね、こういう感じですね、争って確率9でどっちかが生き残って、この勝者がこのハテナのところに選挙できると。で確率 1-9 でですね、ここがポイントで、共倒れして2人とも、死んじゃって、ここには空き地になってしまうという、そういう、ルールでやります。でこの時にですね、こうずっとこうやっていった時に、この黒のこのバイキンさんがずっと生き残るには、この P と Q をどういうふうにしたらできるかっていうことを、これから皆さんにですね、実験してもらいたいと思います。実際にこのバイキンさんのこの繁殖のメカニズムを、体験して、紙の上で体験してもらいたいと思います。どんな絵ができたか、そろそろじゃあちょっと手を止めてもらって、いいですかね。これは確率セルオートマトンといってですね、自然界にある複雑な形のシミュレーションに用いられたり、時間とともに噂や病原菌が広がっていく様子を研究する、そういうヒントになったりするんですね。それでですね、ちょっとルールがちょっと煩雑なので分かりにくかったかもしれないですけども、皆さんやっていただいてなんとなく感じたと思いますけども、さっきこの二重丸のところですね、黒黒ってきたところを黒黒ってなったところのこの黒黒ですね、ここですね、黒黒ってなったところの確率、要するに数字が、この数字がですね小さいと、ある時刻では、まあなんか4番のテーブルの方はすごく下的ですけど、ある時刻でいっぱい黒がいたとしても次の時間ではパッと消えちゃいますよね。だからたくさんばい菌はたくさんいればいるほどいいっていうわけでもなくいいんだけども、しかしでもばい菌が多いと今度ばい菌同士で足を引っ張ってしまうっていう、そういうなんかジレンマがあるんですね。で実はこれ、数学的には数十年、大体30年近く未解決な問題で、実際にどんなですねその P とか Q とかありましたけど、このさっきのトランプの数字ですね、あれをどういうふうに設定したらこのばい菌さんがずっと生き残れるかというのは知られてないんですね、実は。それで、例えばですね P と Q をこの横軸を P して縦軸を Q とすると、モンテカルロシミュレーションっていう、数値計算を行うと、大体この点線よりもこっち側ですね、左側にいる領域にあると、必ずばい菌さんはある時刻で絶滅してしまいます。で大体皆さんがやっていただいた領域というのは大体この辺りですね、大体この辺りなのでギリギリこう生き残れるようなそういう領域なんですね。そうですね、これかなり、数学的な、未解決、30年ぐらいの未解決問題で、ぜひ皆さんこの問題にチャレンジしていただいて、これを解決して歴史的に名を残してみてはいかがでしょうか。というわけで、ですね、確率的に広がっていくということで、さまざまな現象がモデル化されて研究されてますけども、例えば鳥インフルエンザとか感染症の広がりとか、噂とかもそうですね。最近さっきばい菌って言いましたけど、噂とかでもいいんですけども、そういう広がり方の方向で、そういうこの方向で研究されています。これを複雑ネットワークって言われている分野から研究している、数学連携室の次は長谷川さんに紹介してやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、長谷川です。ここからはですね、感染症とワクチン戦略という現在行われている研究のちょっと触りのところをお話ししたいと思います。はい、今皆さんに遊んでもらった確率セルオートマトンというのは少し変えると感染症のモデルになります。例えばインフルエンザを考えてみましょう。これデータっぽいんだけど、インフルエンザというのはどういう性質があるかというと、まず一過性、一定時間経過すると治りますね。そして人から人へ感染する。こんな感じで、この人がインフルエンザだったら、その周りの家族も感染する。で、もちろん接触があったからといって必ずしも感染はしません。例えばこの人は感染しません。そして、一度感染した人は免疫ができますから、同じシーズンにインフルエンザにかかることはない、またはほとんどないです。ではこれを確率オートマトン的に表現してみましょう。ここでは単純に人から人への感染は確率的に起こるとします。これがさっきと同じようなブロックですが、ここで白い四角はまだ病気に感染していない人、赤い四角は今感染している人、そして黒い四角は、感染から病気から回復して免疫を持っている人だとします。でこちらの線はですね、2人が友人関係や家族関係にあることを意味します。はい。で、今このように白と赤がつながっているとします。この赤は次の段階で病気治って黒になりますが、それまでにこの白が病気にかかる確率というのを P とします。つまり、赤が黒になったときにこの白は確率 P で赤に、そうでなければ白のままにとどまる。次の段階でも同じように、白と赤のペアがあれば確率 P で赤と黒に、そうでなければ白と黒にすると、このように見ると先ほどの確率オートマトのルールを少し変えたものであるということが、なんとなく分かるかと思います。はい、でさて、今確率オートマトン的に表現する際に人を視覚、点で、そして友人関係、家族関係などの関係にあるときに点を線で結ぶと言いました。このようにですね、個性を無視してつながり方、人と人とのつながり方だけに着目したものをネットワークと言います。ではですね、人と人のつながり方にはどのような特徴があるでしょうか。最近の研究では次のことが分かっています。まず1つ目は、友達の数にはばらつきがあるというものです。もう少し言うと、ほとんどの人は友達が少ない一方で、一部の人はとてもたくさんの友達を持っています。最近流行りのソーシャルネットワークをイメージすると分かりやすいかもしれません。多くの人が十数人の友達とつながっている一方で、中には数十万人の人とネットでつながっている、そんな人がいたりします。このような友達の数のばらつき方というのには法則があって、それはスケールフリー性と呼ばれています。で、2つ目のスモールワールド性とは、我々の世界がとても狭いということを意味します。例えばですね、あなたが好きな有名人に手紙を渡したいとしましょう。で、まずあなたができることは、知り合いの中から一番近そうな、なんか社会文脈的に近そうな人に手紙を託します。で、その手紙を託された人はまた一番近そうな人に手紙を託す。そうすると、それでは一体何人でその有名人にたどり着くと思うでしょうか。もうほとんど答えは書いてありますけど、実験によればたかだか5、6人でつくということが言われています。これは驚くべきことで、世界の人口というのは数十億いるわけですけど、あなたとその見知らぬ誰か、世界中の誰かはたった6人程度でつながっているということを意味するわけです。これはスモールワールド性とか6次の隔たりとか呼ばれている性質です。そして3つ目のクラスター性とは、簡単に言えば友達の友達は友達ですということです。はい、さて、先ほどの感染症のモデルをこのような特徴を持ったネットワークの上に乗っけることで、感染症のシミュレーターになります。で、ネットワークがこのような特徴を持っていると、感染症がとっても広がりやすいということが理論的に明らかになっています。先ほどの単純なモデルで言うと、どんなに P が小さくても感染が、病気が広がり続けるという理論結果が出てくるんです。要はそうですね、人間の、私たちの社会というのは感染症がとても広がりやすいというつながり方をしているということです。では、その感染症を我々は防ぎたくなるわけですね。では、そのためにワクチンを配るということを考えましょう。どのようにワクチンを配ると、配分すると良いでしょうか。ここで先ほど出てきたネットワークにまた注目して考えてみましょう。これがネットワークですね。まず単純にランダムに選んだ人にワクチンを配分してみましょう。これはあまり効果が高くありません。たとえワクチンを配る数を増やしても、感染症が広がるのは抑えられないということが理論的に分かっています。そうではなくて、ネットワーク的に重要な人から順にワクチンを配分するのがいいです。例えばですね、友達の多い人から順にワクチンを配分する。そうすると、この人から病気をもらうことがなくなる人というのが多いわけですから、例えばこの人たちにワクチンをあげるよりも明らかに効果が高いわけです。で次にこの人にやればもうほとんどネットワークがバラバラになります。また他にも例えばここはですね、右のブロックと左のブロックをつなげる橋になってますね。ここにいる人っていうのはネットワークの流通に非常に重要な役割をしています。ですのでこの人にワクチンを配っておけばこのようにネットワークが分断されて病気がこっちからこっちへ行くことがなくなる。このようにネットワーク的に重要な人からワクチンを配分するというのが有効な手として考えられています。ただしですね、こういった配分の仕方というのはあらかじめネットワークの情報が必要になります。なので、現実問題としては難しいです。それでは、そんな情報を知らなくてもできるうまいやり方はないでしょうか。ここでこのネットワークの特徴と確率の考え方を利用したやり方というのが提案されています。それはどういうものかというと、ちょっと文章が違うな、ランダムに選んだ人の友達にワクチンを与えるというものです。言い換えるとですね、ランダムに選んだ人に、適当に選んだ人に、あなたの友達の誰かにこのワクチンを渡してください、あなたは使わないでくださいと言ってワクチンを渡すと。そういうふうにしてしまうことで、より高い確率で、つながりがたくさんある人、例えばこの人が適当に選ばれたときに、あなたの友達にワクチンを渡してくださいと言えば、確率3分の1で、この人に行き渡るわけですね。全体の中からいきなりこの人を選ぶよりも、より高い確率で選ぶことが最終的にできます。でもちろん最初の人の方が友達が多い場合がありますけど、それは確率としては稀で、このやり方だと最初に選ばれた人、それはあなただったりするかもしれませんが、その人は感染してしまう可能性はありますけれど、全体としては感染症を抑えるのに非常に高い効果を示します。はい、というのがちょっと確率の考え方を使った方法として提案されています。他にもさまざまなワクチン配分の方法というのが確率、ネットワーク理論という数学の道具を使って考えられています。で途中でそのネットワーク的に重要な人から順にワクチンを配分するということを考えました。それはいかにネットワークをバラバラに分断するかということを考えていたとも言えるんですが、じゃあ最も効率的にこのネットワークをバラバラに分断する方法とは何かというと、これはなかなか難しくて、これについては今現在も多くの人が研究している問題です。こちらは、ネットワークをバラバラにどうやって分断するかっていうのは、なんかちょっとパズル的な面白さもありますので、もし興味があれば皆さんも調べてみてください。はい、そんな感じですか。ありがとうございます。ワクチン戦略は感染症以外にも応用できそうですけども、インターネットのウイルス対策とかでも応用できるんですか。できますね。そして、インターネットとか、先ほどスケールフリー性とかスモールワールド性、ばらつきか、友人の数のばらつき方とか、世界は狭いって話をしましたけど、あれは人間関係だけに限らずに、インターネットであるとか航空網とか、そういったインフラのネットワークですね、そういった現実世界のいろんなところに出てくる性質です。なので、こういった議論はそういったインターネットのウイルス対策としても有効であることが言われています。ありがとうございます。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後にですね、確率の意外な応用の一つを最後に、メンバーの、宮田さんに紹介してもらいたいと思います。よろしくお願いします。どうも。それでは確率的アルゴリズムについてお話ししたいと思います。でこの話は今までの話と少し違っていまして、確率的に考えるということによって計算が速くなることがあるということについてお話ししたいと思います。で今日は特に素数という数についてお話ししたいので、まず素数は何かということについてお話ししたいと思います。まず素数というのは中学生の時に習うかもしれないんですが、1と自分自身でしか割り切れないような数を素数と言います。例えば6というのは 2×3 という掛け算で掛け表すことができるので、6は素数ではありません。一方で7というのは 7×1、1×7 というそういう掛け算としてしか掛け表すことができないので、7は素数です。で8も同様に 2×2×2 というふうに書くことができるので、8は素数ではありません。で実はどういう数も素数の掛け算で掛け表すことができます。でそしてそういうような掛け算として表すことを素因数分解と言います。で実はこの素数、素因数というのは日常生活でも大変よく用いられていまして、例えばインターネットの暗号化とかそういう文脈で非常に素数、素因数分解は用いられています。で例えば今それをちょっと雰囲気をつかんでいただくために簡単な暗号を作ることによってちょっと雰囲気を味わっていただきたいと思います。まずこういう非常に大きな数が暗号として送られてきたとします。でただ約束事としてこの大きな数は2つの素数の掛け算として掛け表したものであるということは分かっているものとします。でその時に実はこのメッセージで本当に伝えたいことはそういう掛け算で表した時の大きい数だというそういう約束がなされているものとします。でその時に、何かこのメッセージを盗み見る人がいるかもしれないんですね。でそのメッセージを盗み見た人はその約束事を知っているので、なんとかこの大きな数字をなんか掛け算の整数の掛け算とその表そうとするわけですね。例えば2で割って割り切れなかったらダメだ、3で割り切れないダメだとどんどんこう繰り返していって、今の場合最終的に99万7319まで割り算を繰り返していくことで初めてこの割り算で割り切れるということが分かって、もともとのメッセージの99万9007ということが解読できるということになります。で一方でもしそのメッセージを受け取る人と送る人の間でこのあらかじめどういう数を使いますよということを約束として持っているものとします。例えば今、お互いに99万7319を使うそういう約束をしているとすれば、メッセージを受け取った人は直ちにこの99万7319で割り算することによって、メッセージを解読することができます。でこういうようなことをさらに発展させてできている暗号がインターネット通信などでよく用いられていまして RSA 暗号などと言われています。でこの RSA 暗号ではこういうふうに非常にたくさんの素数を用意しなくてはいけないので、いろんな数についてこれは素数かどうかということを調べなくてはならない。ただ素数であるかどうか調べるというのは実はまともにやろうとすると非常に大変なことなんですね。なので RSA 暗号ではその素数かどうかをまともにチェックするということは行っていなくて、確率的に非常に低い確率で間違うことを許す代わりに早く計算できるということを実は行っています。で具体的にそれはどうやってやっているのかということを今からちょっと説明したいんですが、それをどうやって行うかというと数学の定理を使って行っています。でどういう定理を使っているかといいますと、このフェルマーの小定理という非常に有名な整数論の定理がありまして、これはどういう定理かというと P という数が与えられます。でこの P という数が素数であったならば、どんな数 A を持ってきてもこの A×A×A×A と A を P−1 回かけたものを P で割ると0か1余る、こういう定理が整数論で知られています。でこれをちょっと実際に数を当てはめてちょっとどういう感じなのかっていうことを見てみますと、例えば P というものに素数である3を入れてみます。でそういうもの P が3という設定のもとでもう一つの数 A を、2と取っていきましょう。でその時に、2×2 と2を2回かけます。でその後3で割ります。でそうすると今の場合1余り1になるということで、確かに余りは1になっているわけです。で同様に、もう一つの数 A として3を取ってきた時には3を2回かけて、でその後3で割ってやる。でその場合余りが0になってまた0になってで A が4と置いた時は余りが1になる。実はこういうふうにして A を2345678とずっと続けていっても1か0しか現れないということが分かっている。で一方でこの P というものに素数でない4というものを入れた時には実は例えばもう一つの数 A を3として取った時には3×3×3 と3を3回かけてその後4で割ると実は6余り3になります。ということで実は余りが0でも1でもない3がここで現れているということで実は P が素数かどうかということはフェルマーの小定理を満たすかどうかである意味チェックできるということになるんですね。でそれを使って確率的に素数かどうか確かめる方法が使われていまして、例えばその先ほど A として2345と考えていたんですが、その A を適当にランダムに10個選びましょうと。でランダムに10個選んだ上でフェルマーの小定理を確かに満たしてくれているのかどうかチェックしている。で満たしていれば素数であると考える。で満たしていなければ素数でないと考える。そういう考え方をすると実は99.9% の確率で正しい確率で正しい結果が分かります。でさらに20回ぐらい A を選んで繰り返すと 99.9999% と非常に高い確率で正しい結果を得ることができるということが分かっています。でこの方法は少しだけ、例外ある方法なんですけれども、これを発展させたミラー・ラビンの素数判定法という方法が素数を調べる方法として、RSA 暗号などで非常によく用いられています。で、最後になるんですが、非常に自然な疑問として、本当に間違えてしまっていいのかということは、考えられるかと思います。で、それに対する一つの問い、答えとしては、身の回りに 100% 確実性が保証できるものなんて、全然ないんですね。例えばコンピューターも絶対正しい答えを出してくれると思われるかもしれないんですが、実はメモリエラーなどでコンピューターでも間違えることがあると。でそういうようなことを考えると、実は正確さというよりは速さということを重視したものも非常に実用的に見て重要ということが言えるということが多々あります。でこれで以上です。どうもありがとうございました。数学の問題を確率的に解くっていうアイデアに、すごく驚きました。でもですね、学生の皆さんはですね、くれぐれも学校の数学の試験とかではですね、当て勘の確率によらずね、しっかり勉強してから試験に臨んでください。はい、じゃあどうもありがとうございました。今日は、確率をめぐっていくつかの話題を選んでお話ししてきました。どうですか、皆さんにも実験に参加していただきましたけども、楽しんでいただけましたでしょうか。あ、どうだかなどうだったかな楽しんでいただけるとよかったらいいですけど、世の中には絶対確実なことはないので、確率を使って信頼性や危険度を調べてできるだけ合理的な意思決定をするということはとても大事なことなんですね。皆さんも身の回りにある確率に注目してみてください。じゃあどうも今日はありがとうございました。